小泉進二郎は、日本の政治家。学位は、MA。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党総務会長代理。血液型は AB 型。環境大臣、内閣府特命担当大臣、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官、自民党青年局長、自民党農林部会長、自民党筆頭副幹事長、 自民党厚生労働部会長などを歴任した。父は第87代、第88代、第89代内閣総理大臣の小泉純一郎。母は宮本佳よ子。兄は俳優、タレントの小泉孝太郎。妻はフリーアナウンサーの滝川クリステル。小泉純一郎の次男として神奈川県横須賀市に生まれた。 1982年に生まれて間もなく両親が、離婚したため小泉家が引き取り、多忙な父に代わり、淳一郎の実施で同居する道子に育てられた。淳次郎はおば、道子を、実の母と信じており、ママと呼んでいた。淳一郎は、道子と息子たちの関係を淳二郎には伝えておらず、淳二郎は、中学2年生までおばとは知らされていなかった。兄の幸太郎は、 おばの存在を認識していたが、新次郎には伝えていなかった。中学生の新次郎は少なからずこの事実に驚いたが、2016年8月に、美智子が他界するまで、実の母として大切にした。1988年に、関東学院六浦小学校に入学して、大学卒業まで、関東学院で過ごす。関東学院六浦中学校。 高等学校では、スポーツ、特に野球に熱中した。2004年3月、23歳の時に、関東学院大学経済学部経営学科を卒業。その後、コロンビア大学大学院に入学のプロセスとしては、例外中の例外と言われる、条件付き合格し、条件である、トーフルのスコアが600点に達するまで大学内の、 語学講座で英語の授業を受けるに従い1年ほど英語を学び2005年9月よりジェラルド・カーティスに指示して修士課程をスタートし1年後の2006年に政治学で修士の学位を取得したその後アメリカ合衆国にあるロンドンタビストック人間関係研究所配下の戦略国際問題研究所非常勤研究員を経て2007年に帰国し それ以後は父である淳一郎の施設秘書を務める。地元横須賀市にて2008年に父、淳一郎が政界引退を表明して、新次郎を後継候補に指名する。自由民主党の公認を受け、2009年の第45回衆議院議員総選挙に神奈川11区から出馬し、初当選。選挙戦では、重複立候補を辞退し、 また当時の連立与党である公明党からの選挙協力も受けなかった。地元の一部有権者からは世襲を批判された者の父から受け継いだ強固な地盤と講演会をバックに終始優勢を維持し投票総数の過半数である15万893票を獲得して初当選した。この総選挙で初当選した5人の自民党の一期生のうち政治や 行政の経験がない唯一の新人議員である。また小選挙区で当選した新人議員は小泉、立花の健一郎、伊藤義隆の3人のみ。2019年9月23日、米国の環境保護庁長官、アンドリュー・アール・ウィーラーとの会談2009年12月13日、自民党が小泉による海上自衛隊横須賀基地見学ツアーを実施した。 際には、50人の定員に、約5200人の応募が殺到するなど、スター不在とされる、自民党内で際立った存在と見られている。2010年1月の時点で、衆議院では、内閣委員会、総務委員会、安全保障委員会に所属し、自民党では、有税局長代理、青年局次長、外交副部会長、財務金融副部会長、 環境副部会長などの役職を兼務して、外交、財務金融、環境の3つの部会に所属していた。同年10月には、自民党学生部長、新聞出版局次長にも合わせて就任した。2011年10月に、自民党青年局長、国会対策委員会員に就任した。 2012年4月、優勢改正法案に増反しても処分されなかった。同年6月26日の消費税、増税法案には賛成票を投じた。同年8月9日、国民の生活が第一など野党6党が提出した野田内閣不信任決議案の採決では、 危険方針の自民党執行部に造反し、元幹事長の中川秀直などとともに賛成票を投じた。同年9月26日の自民党総裁選挙で、青年局主催の候補者公開討論会を自民党青年局長として仕切る立場であり、当初は9月19日の公開討論会後に、支持候補を表明すると明言していたが、 人気や知名度の高い小泉の支持表明は、党員票や議員票として総裁選に影響を与えると目されるとして報道が加熱したことから、衆議院一回生の私の一票が影響を与えるのは不本意。身の程をわきまえて行動すると述べ、総裁選が終わるまで支持表明を行わない方針を示した。総裁選終了後に、石場茂に投票したことを発表した。 同年12月の第46回衆議院議員総選挙で再選し、当職では本人の希望もあって2期目の青年局長続投となった。この選挙で自民党が対象した結果、青年局所属議員は82人となった。2013年9月30日、青年局長を退任し、内閣府大臣政務官等担当兼復興大臣政務官に就任した。 2014年12月の第47回衆議院議員総選挙で参戦。2015年10月23日、自民党農林部会長に就任。同年12月、政府が2015年度補正予算案に低所得の年金受給者に1人当たり3万円を支給する臨時給付金を盛り込む方針について、軽減税率対策として6000億足りない。一方で、 臨時給付金の4000億は簡単に出る。これが国民にどう思われるか。と主張。これらがきっかけとなり、2016年2月、若手議員の視点からの議論を期待して、自民党財政再建に関する特命委員会のもとに、2020年以降の経済財政構想、小委員会が設置され、小泉は事務局長に就任した。同年8月、 2020年以降の経済、財政構想小委員会の委員長代行に昇格しつつ自民党農林部会長に留任。党部会長の人事では小泉のみ留任となった。9月に第3次安倍第2次改造内閣下で設立された内閣府規制改革推進会議から11月に農薬などの資材を農家による事業からの撤退や 農産品の一択販売の廃止などの組織改革を早期に行うよう迫る厳しい提言があったが、党内で話し合いの末に全農による自主的な組織刷新を行うという政府自民党の農業改革案が了承されている。全農の体制こそ農家の経営の自由を奪う存在だと主張し、自民農林部会長として農業改革を主導している。 2017年8月より、柴山雅彦と共に、自民党筆頭副幹事長。同年の、第48回衆議院議員総選挙で4選2018年10月、自民党厚生労働部会長。2019年9月11日、第4次安倍第2次改造内閣で、環境大臣として入閣。男性として戦後最年少で閣僚となった。 2020年9月16日、菅義偉内閣で環境大臣に再任。首相経験者の子女では唯一の閣僚、自民党総裁経験者の子女としては河野太郎と並ぶ。2021年3月に自民党有志が結成した選択的夫婦別市制度を早期に実現する議員連盟に参加し、同連盟の顧問に就任した。 2021年自由民主党総裁選挙では、河野太郎を支持し、石場茂とも連携し、3人の頭文字から、小石川という造語ができて話題になったが、岸田文雄に敗北。小泉は、全力で、河野さんを応援して負けました。乾杯に近い。負けは、負けです。ルールの中でやって負けたんですと語った。 2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で5選。同年11月、総務会長代理に就任。交渉参加に賛成。交渉の中で勝ち取るべきは勝ち取るとの立場を取る。TPP が自民党の政策になる以前からこの立場を取っており、当時は反対派が多かった党内で、賛成派は少数だけに、 ちまみ入れになっていると述べていた。2017年4月13日、13日、小泉は日本経済新聞のインタビューに応じ、将来の社会保障制度について、真の全世代型にすると述べた。自民党が高齢者変調を助長してきた面もあるという指摘に対しては、これは政治の責任がある。60歳以上は投票率が7割、 20代は3割くらいの中で、どちらの声が大きいか。すべての予算の裏にはそういった人たちがいる。ここと真剣に向き合っていかないといけない。子供保険は、その覚悟の現れでもあると主張。消費税率を引き上げる。選択肢はないのかという疑問に対しては8、8%から10%に上がるのは2年後だ。使い道は決まっている。 新しいことをやるには10%以上の消費増税の話を決め、理解を得て執行されない限りできない。何年かかるのか。筋論として、消費税はそうだと思うが、現実的な回としてはないと答えた。経済学者の田中秀臣は、小泉は財務省の消費増税路線やその背景にある、財政再建主義に神話的であると評している。 自民党内で浮上した教育国際案については次世代への負担の付け回しと批判的な立場を取る。大案として社会保険料に上乗せして徴収する子ども保険を提唱した。炭素税などのカーボンプライシングについて議論を深める必要があると述べた。新次郎氏は炭素税の導入に前向きであるとされる。 環境大臣としてレジ袋有料化を推進した。有料化の目的はゴミ削減ではなく国民の意識啓発であるとの見解を示した。2013年5月2日、日英21世紀委員会第30回合同会議の参加者らと日本経済新聞社と米国戦略国際問題研究所 CSIS とで設立された。 日経 CSIS バーチャルシンクタンクに民主党に在籍していた前原誠二長島昭久、近藤洋介、黒羽光一郎、みんなの党に在籍していた浅尾圭一郎、自民党の林義正、西村康俊斉斎藤健、岩谷武志党とともに政治フォーラムとして在籍している上級アドバイザーは石破茂が務めている CSIS 上級顧問権日本支部長であるマイケル・グリーンは CSIS 在籍時に秘書として従事した上司であり直接指導を徹底的に施して小泉を新米派として作り上げることに成功した人物であると評論家の中田康彦は解説している2011年1月10日に町おこしを目的とするグループチーム横須賀を立ち上げたツーリズム エコエンバイロメント、アメリカ、マーチャントマニュファクチャーの頭文字からなる。父、淳一郎。ありがとうございます。